はじめの一歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。今日はですね、グリスの話をしようかなと思います。はい、グリスなんですけど、これまあ金管楽器の方がよく使われるグリス、スライドグリスですね。今いろいろ種類があるんですけども、こちらスティックタイプのグリス、こちらがまあ固めのグリス、こちらカップタイプのグリス、これは柔らかめのグリス、最近だとこうジェルみたいな、まあ柔らかいのもっと柔らかいみたいなグリスも出てきてます。これの使い分け、一体どういう風に使われてますでしょうか。まあちょっと考えていただいたら分かるんですけれども、例えば真夏なんかはですね、グリス溶けますよね。そういう時は硬いグリスを使ってください。硬いグリスでもやっぱり溶けやすくなるんですけども、夏にですねこの柔らかいグリス使うともうドロドロになっちゃうんですよね。つけてもつけてもすぐ流れちゃうのでもったいないです。夏場の暑い時なんかこういう硬いグリス、逆にですね今ここにある兵庫県三田市なんかはもう本当に寒いんですけども、そういうところではこういう柔らかいグリスを使ってください。寒いとですねグリスも溶けないので、こういう硬いグリスは塗りにくいです。やっぱり気温の変化に合わせたものを使っていただくのが一番かなと思います。じゃあこのジェルなんかはどう使うんだというわけですけども、これは本当にもう柔らかい、特に柔らかいグリスですので、まあ夏場に塗っちゃうとダラダラと流れてしまいます。まあ冬場に使っていただくのがいいのかなと思います。まあと同時にですね、楽器以外のものに使っていただくのもいいかもしれません。楽器以外のものを何に使うかご存知ですか。実はですねヨーヨーに使うんです。ヨーヨーの方はこのジェルのグリスよく使われるらしいですよ。まあ楽器店でね、あのヨーヨーに使うんでグリスくださいって言われたことはないんですけども、実際使われる方が多いそうです。まあこのジェルはともかくとして、この硬いグリス、柔らかいグリス、いつ使うか、もしかして間違ってる方がいらっしゃったら、ぜひぜひ変えてください。はい、以上、今日はグリスの使い分けについてお話しさせていただきました。もし間違ってたら、今すぐ直してくださいね。平瀬楽器の動画チャンネルでは、音楽教師の情報、楽器のお手入れ、豆知識、セール情報、地域の情報などなど、情報満載で、いろんな動画を作ってお送りしております。本日の動画ちょっと面白いなと思っていただいた方は、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ホームページにもぜひ遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。